guys, welcome to TGKLightUpTV! はい、ということで、令和元年ですね、一発目の TGKLightUpTV、今日はですね、皆さんからのリクエストもあったキーパーグローブのケア、洗い方ですねっていうのをちょっと動画にしていきたいなと思います。でキーパーグローブってね、やっぱ安いものじゃないじゃないですか。もちろん安いのもあるんですけど、試合とかで使うやつだったらもうね、まあ、安くてもまあ9000円ぐらいとか、まあ、6000円とかで、まあ、一番高いものになると2万円近いものもあるわけですよね。でそういったグローブ、大切なグローブをしっかりねケアしてもらって、自分で手入れしてもらって、大切に長くねいい状態で使うっていうのはね、やっぱキーパーする上でも道具の管理ってすごく大事だと思いますんで、是非ねこの動画を見て皆さんも、グローブいい状態を長く保ってもらったらいいかなと思います。ではこちらの動画から、はい、それでは手入れの仕方動画にまとめてますんで、こちらご覧ください。どうぞ。はい、それではね洗っていきたいと思います。まずはねこちらの先日ね、レビュー動画を上げた TGK スペシャルグローブから洗っていきたいと思います。で、洗う時に使うものはこれですね、グローブグルーっていう、グローブケア用品のグローブ、ウォッシュ&プリペアってやつですね。これがグローブ洗う専用のやつになります。で洗い方をちょっと教えていきたいんですけれども、まずは、まあ、別にはめなくてもいいんですけど、グローブちょっと手にはめていきます。これプレウォッシュなんで、これとかに関してはそんなにね汚れてるわけでもないので、軽くね洗えればいいかなって思うんですけど、こう手につけます。よいしょ。で濡らしていくんですけど、濡らす時のこのお湯の温度、お湯っていうかぬるま湯ですね、だいたい35度からまあ40度いかないぐらいですかね。で最初ちょっとパーム面をこういう形で濡らしていきます。はい、濡らしました。で濡らしたらこのグローブグルを、そうですね、この使い方のところには、スプレー、それぞれのグローブに4、5、6回、スプレーしてくださいってことなんですけど、こんな感じで。今スプレーした状態です。で、これあんまり泡立たないんですよね。なんでこう、なんか手洗いするような感じで、こういう風に全体にこう、伸ばしていくと、しっかり洗えますんで、これで、あとはもうギュッギュッギュッってしながら、お、色がすごいですね。ギュッギュッギュッってしながら、落としていけば、最初のねコーティング剤とかも取れていきますんで、これ色がねパームについてるんで、コーティング剤を落とすとどうしてもねこうちょっと最初ね色が抜けていくんですけど、グローブ自体の色は全然落ちていかないので、そこは安心してもらって、で大体ね1回ぐらいでいいと思うんですけど、ちょっとコーティング剤がバッチリついてる場合もあるので、ちょっと今日2回洗っておきますね。2回洗います。でこれ繰り返しやってもらったら、ある程度のその汚れっていうのも落ちるので、もうなんか本当に手洗うみたいな感じですね。こうギュッギュッギュッとしてもらったらもうこれで十分です。で洗い終わったらグローブを剥がして、よいしょ。でもう軽く雑巾絞りまではいかなくていいので、こう水をねこうギュッと絞ってもらって、はい、これで一応プレウォッシュが終わったような状態ですね。はい、では続いてプレウォッシュじゃなくても実際にね使ったグローブっていうのを洗っていきたいんですけど、どれからにしようかな。これが一番汚れてるかな。はい、こちらですね。このグローブ、これも割と最近なんですけど結構汚れてます。これは6号かな。私普段7号つけてるんですけど、6号の方が割とぴったりフィットするので6号を使ったりもします。じゃあちょっとどのぐらい汚れが落ちるのかっていうことで片方だけ洗ってみましょうか。片方だけでまず濡らします。はい、濡らして56回スプレーしていきます。こう全体的にね。でこれね、かなりこの企画やろうと思ってかなり放置してたんで、汚れがね結構ね完全についちゃってると思うんですけど、でも1回洗っただけでこんな感じです。はい、もう1回ぐらい洗っていきますか。本当はねこうパーム同士でこうこすり合わせた方が汚れ取れるんですけど、形で洗っていきます。やっぱり完全にね真っ白になるっていうのは結構難しくて、その毎日ね洗ってればそうなるんでしょうけど、やっぱり毎日洗うことって難しいじゃないですか。でしかもその人工芝とかでプレーしてたりとかすると、そのゴムチップのその黒いやつっていうのはなかなかね落ちにくいんですよね。なんでまあね、清潔に使うために、そして長く使うために洗ってもらうっていうのはすごく大事になってくるので、こんなもんかな。よいしょ。これでもう十分だと思いますね。かなり放置してたんでね、私もすぐ洗えばもうちょっと落ちたんでしょうけど、よいしょ。はい、こんな感じです。ビフォーですね。でアフターです。白くなってるの分かります？全体的になんですね。はい、こんな感じで全然違いますね。めっちゃ綺麗になってますね。いい感じです。じゃあ実際にね普段どうやって洗ってるかっていうところで最後1個お見せして終わろうかなと思うんですけど、まあ、さっきとね同じような要領で、よいしょ、今度は最近私が一番、まあ、名前が入ったグローブの次にお気に入りのこれですね。スペインの代表のサンドラ・パノス選手、女子のねキーパーのモデルになってるんですけど、こんな感じでがっつり使ってますね。かなり使いましたこれ。まあ、このねグローブたちのレビューもねおいおいできたらいいかなと思います。もしご希望があればっていう感じで。でよいしょ、希望があれば是非コメント欄にっていう感じでいいですかね。はい、ではい手濡らしていきます。すごい汚れてます。で、これもスプレーしていきます。結構パームが破れてくるんですけどっていうコメントとかあったりしたんですけど、パームは破れます。もう完全にグローブは消耗品なんで、私も選手してないですけどこんだけ破れてるんですね。それはこのグローブがダメだからとかじゃなくて、そのやっぱり投げたりとかする時にやっぱり負荷がかかるのでどうしても破れますよね。でキャッチしていくとやっぱりキャッチするたびにボールが摩擦的なやつでやっぱりパームもね消耗してくるので、まあでも H4 のグローブはね、比較的パームがえぐれてもなんか全然グリップ落ちないんだけどみたいな謎のなんていうんですか、伝説じゃないですけど、よいしょ。だいぶ綺麗です。もう1回でいいのか、これもう手洗うみたいにもう洗ってもらったらもうだいぶ綺麗になりますんで、こんな感じで、はい、これで十分ですね。であともう絞って、はい、絞りました。まあね、気になる人とかこことかも洗ってもらって全然いいんですけどね。よいしょ。はい、じゃあ干していきます。はい、洗い終わったらこんな感じで、乾かしていきます。だいたいね2日、短くて2日ぐらいですね。で乾いていくと思います。ちょっと今日あいにくの天気なんですけど、まあ、曇りって感じですね。で干す時は日陰ねに干すこと、直射日光当たらないところで干すことっていうのがすごく大事になってきますので、まあ軒下とかで干してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。で洗い方すごく簡単でしたよね。もちろん家にある、ね、洗剤とかで洗ってもいいと思うんですけれども、石鹸とかじゃなくて中性洗剤とかを使うと、まあ、グローブの、素材にもねすごくいいような形になってます。石鹸とかだとアルカリ性なんでゴムをねパーム、ここね手のひらの部分のゴムをねちょっと傷つけてしまう可能性あるの、すぐねボロボロになっちゃったり乾燥しやすくなっちゃったりする可能性があるので、ああいうグローブグルーのウォッシュだったりとか、そういう専門のねケア剤っていうのを使うといいのかなっていうふうに思います。で乾かすのに大体2日か3日ぐらいかかると思うんですね。で乾いたやつにグローブグルーをシュシュってしとくと乾燥防止にもなるので、よりいい状態でこう感ができるというか、でもし試合とかする場合にもその試合前にねシュッシュってしとくといい状態でパームパフォーマンスしてくれますので、あとは雨の日とかね滑りやすいじゃないですか。濡れてるとキュッキュキュッキュいってしまうので、そこにグローブグルーつけといても雨の日でもねしっかりグローブの何ていうんですか、グリップ力っていうのを保ってくれますので、是非ねうまくねそういったものを活用してもらったらいいんじゃないかなと思います。でグローブその洗うのに洗って乾かすのに2日3日ぐらいかかるので、やっぱり2個ぐらい持っとくとねいいんじゃないかなと思います。でおすすめなのは、まあ、練習用と試合用と2つぐらい持ってて、例えば平日、まあ、月曜日から金曜日まで練習、土日試合とかだったら月曜日から金曜日までは、まあ、練習を使って、で土日試合を使うんで金曜日の練習終わった時に練習用のグローブ洗って。乾かしといて、そしたらまた月曜日の平日使えますよね。で土日は試合用使って、で試合用がこうボロくなってきたら練習用にちょっと落として、でまた試合用のグローブ新しく買ってみたいにすると結構ね長くキーパーグローブ使えますし、試合用のねグローブもすぐボロボロにならなくて、試合中ねわこれでパームボロボロやけど滑ったらどうしようとかっていうね無駄な心配をせずにね行くことができると思いますんで、是非ね道具のケア、ね、特にキーパーグローブはもうゴールキーパーの商売道具なんでしっかりね大切に使えるように、是非ねグローブケア剤、グローブグルー、あとはグローブグルーウォッシュですね、うまく活用してみてください。グローブグルー欲しいよっていう人はもしよかったらねTGK の公式の LINE@ アカウントがあるので、是非そちらの方にご連絡いただけたらなと思います。キーパーグローブに関しての質問とか、あともちろんねキーパーに関しての質問、こういうのどうしたらいいですかとかっていうのにもお答えできたらいいかなと思うので、是非そちらのご登録もよろしくお願いします。はい、ということで今日の TGK ライトアップ TV はここまでです。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。そして令和も TGK をどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは次回の動画でまたお会いしましょう。See ya!